小学4年生です。この前時速について教えてもらいました。時速って本当に正しいのですか時速60キロって本当に1時間ちょうどで60キロピタシに到達するんですか誰も確認したことないと思うのに、野球で時速130キロとか150キロとか簡単にのおかしと思い謎で夜も寝れません。えっと、その速度が1時間継続した場合は60キロという話なので、なので、例えばあの野球で時速130キロというのはあれ嘘です。要は、 あの、時速130キロでボールを投げてるって言ってるんですけど、そのボールは1時間飛ぶことがないので、要は1時間飛んだら130キロっていうのは嘘ですと。ただ、仮に1時間飛んだとしたら130キロぐらい飛びますよっていう速度なんですよ。なので、その時速という表現をするのは本当に良くなくて、正確に表現するんだったら秒速とかで表現した方がまだ現実に近いと思うんですよ。いやその あの野球のボールってその1秒間であればまあ確実に飛ぶじゃないですか。なので、その1秒間で何メートル進みましたっていうのは事実から測定できるあの値なので、じゃあ1秒間に20メートル進みましたであれば秒速20メートル。それは正しいんですよ。ただ、それを時速にすると、その本当は1時間も飛ばないよね。だから現実とは違うよねっていう、そこのあの感覚は正しいと思います。なので、こういうので、いちいちその、あの、 普通の人って割とその、あ、そうなんだ、ふーんと思っちゃうものに疑問を感じるのって結構正しいことなので、じゃあこれ本当は時速じゃなくて秒速だよねとかっていうので、あ、そうなの、ピッチャー1秒も飛んでないのよく知らないけど、え ?1 秒ぐらいかかんじゃないのえ、ピッチャーったらボール投げるの1秒もかかんないのあ、そうなのそんな早いの <laughs> じゃあ,あの、のの、秒速じゃなくて0.1秒速とかで検索するといいんじゃないでしょうか。はい。なので、あの、疑問に思ったことは、あの、理科の先生とかに聞くと結構理科の先生ってちゃんと答えてくれるので、 なんだね周りにその、あの、疑問に思ったことっていうのを教えてくれる先生を探してみるといいんじゃないかなと思います。